じゃあ、じゃあ、よし、今日何？今日はノムさんも絶賛、うん、声量の奥川くんのね、うん、話ですね。いやあれけなすやつはいないよね多分。はい、確かに。素晴らしいピッチャーだよ。間違いないですね。うん、なんていうんだ、純粋さも残ってるし、はい、なんか気力もなんかすごく充実してるものを感じるし。もう絶対負けたくないというね、はい、そういうことも見えるし、やっぱ投げてるボールがやっぱあの年で多彩だよね。で器用さも感じる、速さだけじゃなくて、はい、だからそういった意味ではもう一流のピッチャーになる要素は十分に備えてるよね、うん、それとああいう大会に出て、甲子園の大会に出て、はい、やっぱあれだけ一人で投げ切る、まあ確かに監督の指示で休んだ試合もあるけど、はい、でもああいうところで苦しんでるっていうのは、はい、苦しんで投げてる、きつい思いをして投げてる、はい、これプロ入って必ず生きるからこの経験っていうのが、うん、まあ誰かを差し置いて言ってるわけじゃないけど、はい、だけどそれをこうみんなに披露してもうスターになってるよね。あで名前も知られてるという。確かに。ただ速いボールを投げるね、ただ素質があるだけじゃなくて、うん、やっぱああいう経験値っていうのは俺はすごい自分の財産にもなるし、はい、これから生きていく過程で、はい、過程でためになってると思うよ。まあ、でも一番甲子園で目立ってますもんね、やっぱり。いやそれは目立つよ、ね、あんだけやっぱかっこいいですよね、うん、ピッチャーって。ピッチャーってやっぱ一番目立つじゃないですか。いい、はい、ある本に書いてあったのは、はい、ピッチャーが花形だと。あ、はいはい、ね、はい、プロ野球を見てて、はい、でそのプロ野球の中で、はい、野手はみんな落ちこぼれてるっていうんだよね。落ちこぼれが玉拾いに散らばってるだけだとそのぐらいピッチャーはやっぱスターだと、まあ、そうですね、うん、確かに。だからそれはそういうふうに思うよ俺も。やっぱだから俺もピッチャーだったから。え、俺もピッチャーで県大優勝したりとかしてるんだ。そうなんですか、うん、それは初耳ですね。いやもうそれだ、高校の時まではピッチャー主体の、はい、うん、野手やってたけど、はい、まあ大学入ってこの体だからな、でピッチャー無理やろ、はい、でもう内野手に専念をして、まあ、プロに行ったという経緯があるんだけど、やっぱピッチャーはなんつっても花形だよ。あ、結構早かったんですか球も。130、140まではいかなかったかな。あーでも結構やっぱ早いんですね。当時はね、当時はキレが良かった、ま、コントロールが良かった。あ、なるほどね、うん、スピードよりコントロールです。コントロール、はいはい、まあ、大事ですよねコントロール。実を取るタイプだ ね、速さよりもね、実を取るタイプ。まあまあそうですね。いやでもやっぱり、うん、やっぱタッパがあるのんとないのんって全然なんかこうなんていうんですか、こう遠心力というか、まあ、全然違う、ね、あのね、小さいピッチャーで対戦してるピッチャーってなかなかいないんだよ。あ、ネオ君とかですか。まあ例えば、はい、瞬間的には輝きを見せても長く続かないんだよ、はいはい、あ確かに。それはね、やっぱ排気量なんだよね、へえ、ボールの角度だとか、はい、足をこう踏ん張って手元で投げるとか。だからちょっとちっちゃいサイズって言ったら桑田ぐらいしか体勢してないんだよ、はい、やっぱ体勢するとしたら180とか、はい、180以上とか、だいたいそのぐらいの身長がある。へー、あの工藤さんとか巨人の左はね、またちょっと違うんだよ。あ、そうなんですね。やっぱ珍しいから。あ、絶対数の中の3割ぐらいだね、はいはい、左ピッチャーって。だから珍しいから、はい、まあ、長持ちしたりだとか、はい、あのごまかしが効いたりだとかするけど、はい、あのやっぱ右の本格派で体制するっていうのはやっぱある程度タッパがいるし、うん、あの小さい人っていうのは、はい、やっぱ年々年々こうだん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 苦しくなってくるな。あ、なるほど、うん、まあでも豊さんは逆に切り替えてよかったですよね、そのタイミングで。まあ切り替えるしかなかった選択肢はなしまあそんな、いや、まあバッティングが良かったからな。あ
まあ、俺ピッチャーやって、はい、夏の大会、はい、ピッチャーやって一番打たされたからね、まあ、どれだけしんどい思いをしたか。めっちゃでもかっこいいですよね。いやかっこいいけど、はい、そんなモタンはな監督連れてこいっつうんだその時は柔道戦にやってたけど、はい、それ無理やろっつう話で、うん、確かにね、それめっちゃくちゃしんどかったもん。まあまあ奥川君、はい、ね、ぜひプロに入って、はい、もう俺完成品に近いと思うから、あ、うん、完成品に近いというと伸びしろがどうなんだっていうふうに思うだろうけど、はい、あの子はねやっぱこうなんかセンスがあるというか、はい、こう起点が効くというか、はい、なんかすごく柔軟に伸びていくような気がする。はー、うん、だから最初から使っても、はい、あの投げ方いい投げ方してるし故障もないだろうしね。だからそういった意味では最初から使いながら伸ばせる選手。ちなみに、うん、まあ、ドラフト絶対かかるじゃないですか。かかる。どこの球団が取りに行くと思いますか。いや結構人気あると思う。それはまあ大船渡の佐々木。はいはいはい。まあそうですよね。そこも絶対気をする。この2強ぐらいで来るんじゃない。あとは大学生に誰がいるか、はい、社会人に誰が行くか、はいはい。だから即戦力が欲しいんだったら社会人のトップを取りに行くだろうし、はい、まあでもこの2人は俺順番でこう指名されそうな気がするけどな。魅力あるもん。確かにね。ああ、ね、はい、だからまあ期待してます。はい、はい、ありがとうございました。